ラキスタラキスタ本校では、ビミズ鏡の4コマ漫画作品、ラキスタ原作とする、角川スニーカー文庫観光のライトノベル作品について解説する。またスピンオフ作品である、小説作品でも同様に解説する。登場人物の基本設定については、ラキスタの登場人物を参照。ゲーム、ま、ラキスタ萌えドリル旅立ちのデラックス。 パック予約購入特典として反布された冊子で、各、キャラクターごとのエピソードがまとめられている。冊子絵はそれまでの判件画や、ゲームイラストの流用。ラキスタの世界観をもとに創作されたものという中期があり、あくまでも二次創作であることが示唆されている。なお、泉宗次郎の大学在学中に、彼方が彼方を見ごもっている描写があるが、彼方と、常日 ゆいの年齢差を考えると不自然である。以下の3作品は、竹井十花の文庫書き下ろし作品である。総画は各巻とも、原作者の微水鏡が描いている。2007年9月初版 ISBN は ISBN9 兆7840億4471万2037漫画やアニメの本編とは異なり、鏡が主人公となっている。物語の冒頭で、 こなたが1ページにつき文庫本1巻分及び文庫、本20巻分の仕事量の仕事をしたということで、第1章以外に、第2巻第1章、第22巻第1章のそれぞれの表紙も掲載されている。トリックやオチなどは、ギャグ系の推理小説では使い古されたタイプのものを使用している。漫画版を原作としているが、 こなたが、アニメ版のエンディングの3曲目が、2で始まる番組の曲ではなかったことにがっかりする、あ、2となっていたなどアニメ版との関連も伺える。作中たびたび、ポケロリをはじめとする著者、竹井の別作品などの紹介が入っており、鏡と司がエロゲーをプレイする場面がある。 2008年3月初版 ISBN は ISBN9 兆7840億4471万2044前作と同じように、作中たびたび著者の別作品などの紹介が入っている。テレビアニメや PS 日本ゲーム、ラキスタ両桜学園桜藤祭りとは、パラレルな関係になっている。ちなみに、表紙の職業はこのたひいらぎ姉妹、 ミユキ以外はすべて適当である。正末ごとに登場キャラのステータスとイラストが描かれているが、岩崎みなみだけ省かれている。2008年10月初版 ISBN9 兆7840億4471万2051本作は、本来のラキスタの世界とは異なる完全なるパラレルワールドの話であり、登場人物それぞれに、 童話のキャラクターが当てはめられている。以下、小なたが、赤ずきん、鏡が、桃太郎、司が、白雪姫、美雪が、三蔵法師となっており、他にも、豊かのヘンゼル、南の金太郎、パティのシンデレラ、ミサオの銀閣が表紙にも登場している。前作、前々作と同様に、作者の他作品のコマーシャルがたびたび入る。 2009年4月初版 ISBN9 兆7840億4474万2010本作は雑誌コンプティークで2008年10月号から2009年1月号まで連載の後に文庫化されたもので全3巻と異なりアニメ版の脚本を担当した町田孝子が執筆しキャラクターデザインを担当した堀口由紀子がイラストを描いている内容は 表題の通り原作と同様の、ゆるゆるな空気の日常をベースにしており、竹井十家の三部作とは、趣きが異なっている。OVA の、道に迷った四人の後日談がある一方、こなたが、パスタマシンを知らないなど、テレビアニメとは矛盾している記述がある。2012年2月初版 ISBN 978から4から04から1042から7、これまでと異なり、 伊豆平成、田中勝ツの教著による描き下ろし作品。イラストも原作者の美水鏡のものとなっている。高校生活最後の冬休みに起きた出来事を鏡の視点で描いた作品。設定が原作準拠となっているため、パトリシア・マーティンは一年生時代にはまだ留学していないことから登場しない。また、峯岸綾野の登場シーンもかなり限られており、 セリフもない。また、小早川豊が、アニメ、魔法少女窓かマギカの金目窓か、岩崎みなみが、明美穂村のコスプレをするシーンがある。ウェブアニメ版、宮川家の空腹と連動する小説で、ゆるゆるで、伊豆と同様に、ウェブアニメの脚本を務めた、町田隆子が執筆している。ありがとうございます。